国歌君が代斉唱いたします。まず一番最初に私が君が代はと最初のところだけを歌いますので、その後皆様続いて一緒にお歌いくださいませ。君が チベットにとっては、まあ、非常に神聖な動物であるスノーライオン、あの皆様の持っていらっしゃる国旗にも書いてあるこの白い動物、これがスノーライオンでございますが、まあ、これを歌った曲ですね。こちらの方ちょっと7分ばかりあって非常に長い曲ですので、前奏とあとまあ1番ということになるんでしょうか。1分ほどその曲をちょっと鳴らさせていただきます。少々ちょっと準備にお待ちください。人々のこの蜂起、これを記念して、チベットを支援するというこのデモ行進というのが世界中で、まあ、この3月のこの時期に行われているわけでございます。でなんでチベットをそもそも支援しなきゃいけないのかっていう、まあそれは世界中にかわいそうな人たちがたくさんいるから、別にそれ一個一個救っていったら足りないじゃないかとか思う方もいるかもしれませんけれども、そういうことではないと。ただ人道主義、かわいそうだからするということではないということを、我々ずっと言ってまいりました。つまりまあ中国という問題です。この中国という問題に対して、中国から圧政を受けたこのチベットという問題、そして我々日本人、まあ、尖閣なんかが典型的でございますけれども、中国から脅かされている、あのこの中国から脅かされているというのはもちろんチベットだけでなくて、ウイグル、南モンゴルなどいろいろあるわけですけれども、やはり世界中にこの一番有名なですねチベット民族、中国に虐げられているチベット民族と、これと共闘して、日本も、まあ、尖閣などで、中国から大変な被害を被っている、侵略されそうになっている日本民族というのは連帯して、そして共に戦っていくんだという、この戦略的なことと、あと人道主義ですね、これが両方合わさっているのがこのチベット問題であり、あのフリーチベットを掲げてデモ行進をすることであるという、このことを我々もう10年近くですか、ずっと訴え続けてまいりました。私あの CB&JAPAN という団体の主催しております、イオータと名乗っております。まあ実際には佐藤と申します。CB&JAPAN、中国問題と日本ということになりますけれども、まあ、チベット問題に限らず、まあ、中国の問題、そしてそれが日本に対してどれぐらい今影響を持っているのかということを日本人の皆さんに分かっていただきたい、このようなことを周知していきたい若手中心の団体でございます。それでは、本日、何人か、来賓ということではございませんが、いらしておりますので、ちょっとご挨拶いただければというふうに思います。まず、これまでデモ行進、ずっと主催をしてあのいただいた殿岡輝夫先生より、あの一言挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。どうもこんにちは。今佐藤陽太君からお話がありましたけれども、チベットの悲劇を忘れないで、そして日本のためにも、デモ行進を、いうことで、東京ではもう何十回と行われてますが、我々がその大阪でやりましょうということでもう十数回、やってまいりました。拝見しますと本当にあの、まあ、懐かしい方も新しい方もいらっしゃって、またあの年齢、私なんかを含めて年配の者も、また若い人もですね、いらっしゃって、で、佐藤君の今ご挨拶の中にありましたけれども、2年前までは我々が主催していましたけれども、今は若い人たちが
中心になってこれを引き継いでくださって、この運動がこれからも長く続いていくというふうに思っております。そしてチベットだけでなくてモンゴル、ウイグル、中国の中のそのいわゆる少数民族、虐げられた人たちということですけれども、今日もモンゴルの方も駆けつけてくださいまして、実はあの明後日からですか、スイスのジュネーブでウイグルの方々が主催した国際会議があって、そこにモンゴルの方も参加をされるというようなことを聞いております。我々は今中国と対抗しなければならない非常に厳しい環境にありますけれども、一番いい形はどういう形かといえばですね、中国の中にいる少数民族、そして漢族の民主派が一緒になってですね、我々が中国と対抗すると同時に中国の中から中国を解体していくという動きが連動してきたならば、中国の人々も救われる、我々も救われるということだと思っています。まあ、そういう運動を進めながら、今日は暖かいこの大阪の春の日の中でですね、市民の方に我々の運動の趣旨を理解していただくように訴えかけていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。殿岡先生ありがとうございました。続きまして、今殿岡先生からもちょっとご紹介ありましたが、南モンゴルの活動家であり、日本で、ずっと活動していらっしゃる、大鎮さん、モンゴル自由連盟党幹事長である大鎮さんが今日、名古屋から駆けつけてきてくださっています。大鎮さんからぜひ今回のジョブ更新に対するご挨拶いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。南モンゴル大鎮さん、実は私は先ほど殿岡先生の言ってたようにスイスの大会に参加させていただこうかなと思ったのと、ビザの関係でなかなか行けなくなっちゃって、それでここに来ました。よろしくお願いします。今日は3月10日のチベットの記念、応援デモ行進を行おうとしているということを、今から50何年前の、チベットの風景ということですね。実はその10年も前に、南モンゴルもこの中華人民共和国に本当に侵略されたということですね。正直言えばこういう人たちの一人である、モンゴル人であります。実はチベットのことは、世界中にすごい、知って知られて、知って世界中からも知ってるんですね。チベットのことをどんなダンスされてるということを、我々南モンゴルは全く同じような、経緯でこういうふうな、ダンスを受け捨ててきたという、ことは事実である。しかしながらこういう事実は今はもう全然世界中から何も知らないですね。モンゴルというとモンゴルのことだけです。しかしそのモンゴルの半分は中国に侵略されて、我々はこの60何年間もこういう中国の圧政の下で苦しんできたということは事実であります。こういう事実は、先生は全然知られてないということですね。しかしチベットのことを見ると私たちも同じような弾圧を受け続けてきたということを、分かります。中国共産党政府はこの60何年間ずっと私たちにこういういわゆる少数民族に対するこの政策、浄化政策ですね、この経験をウイグル、チベットに、実験してきてるんですね。我々から得たこの経験を中国の、チベット、ウイグルにやってきたということは、今の、事実であります。中国共産党政府はそこまでもうとどまることはないですね。今東南アジアの方に、日本の方にも拡張してきてるんですね。こういう点から見ても日本人はこれを本当に見てないふりしてはいけないということです。本当の対岸の記事ではない火事ではないということを、感じしないといけないということですね。だからこの中国の侵略を
阻止しない限り、東南アジアの国々、日本を含めて、いつの間にか、モンゴル、内モンゴル自治区、ウイグル自治区、チベット自治区のように、日本自治区になってしまう恐れもあるということですね。ないということを否定できないということです。だから私たち、やっぱり、我々のような弱小民族の運命を支えて、自分たちと一緒にこの中国の強い侵略主義と戦っていかないといけない。これは、世界の平和につながるということです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。大吉さん、今回も力強いメッセージありがとうございました。大吉さんも、今おっしゃっておりましたが、やっぱり南モンゴルというこれについてなかなか知られていない、モンゴルというのは朝青龍の方の国だけじゃないかと、そういうふうに思ってしまいがちですけれども、チベット、ウイグル、そして南モンゴルというのはどれも中国に侵略されて同じような運命にあるということ、このことはやはりぜひ、今回新しく来てくださった方々知っていただきたいと思いますし、今回のチベットのデモ行進ではやはりチベット、ウイグル、南モンゴル、どれも独立すべきである、中国の支配から脱出すべきであるということを、これはシプレイコールでも訴え続けてまいります。それでは、前兵庫県議会議員の長谷川徹先生よりまた挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。先ほど冒頭に殿岡先生の方からご挨拶しご説明があったと思いますけれども、フリーチベートという運動を、先生方は長い間やられております。そして、非常に大切な活動だと思いますので、小さくなろうが大きくなろうが、もちろん大きくなることを目指すんですけれども、長い間継続していきたい、そういう気持ちで私もこの度、この数年間参加をさせていただいております。チベットの方々は非常に、中国共産党に政府に弾圧を受け、日本では考えられないようなアピールの仕方、私たちはこうしてデモはできます、しかし自ら灯油をかぶって正真自殺をしなかったら取り上げてもらえない、そういうような国々も世界にはあるということを、この御堂筋を通っておる若者の皆さん方にも知っていただくことができるのが、こういうデモの機会ではないかなと思うわけであります。そういう意味で党派を超えた皆さん方、政治の世界、私は政治の世界の人間ですけれども、党派を超えた皆さん方のご支援もいただきたい、超党派な運動を盛り上げていただければならないと思います。そういう意味で今日は、みんなの党の神戸市議のご家族の方もご参加されております。また自由民主党の変わりすぎる県会議員ということで有名な方々の事務所のスタッフの方もご参加されております。また私の前には先般の総選挙で衆議院議員に打って出られた日本維新の会の今西先生もご参加されております。また再来月6月に行われます尼崎の市会議員の選挙に立候補されます、日本維新の会の候補者の方も来られております。そういう意味でいよいよこの運動が超党派になってきたんじゃないかな、田中先生が始められたことが非常に根が生えてきたんじゃないかな、広まってきたんじゃないかなと思う、なんかある意味で嬉しい思いをしております。ただ残念なことにはどうしても反中国というこの政治活動にはマスコミが報道をなかなかしていただけません。しかし今日この前で動画撮影をされている方々が本当にボランティアとなって YouTube なりニコニコ動画なりをして発信をしていく、ある意味で日本は中国的なところがあるわけですから、それを発信をしていただくことによって一人でも多くの方々に私たちの運動が知らしめる、この当たり前、人のものを取ってはいけない、人の国を取ってはいけない、小学校でも幼稚園でも教えることがわからない、この中国の国民に私たちが教えていかなければならないわけであります。絶対に油断をしてはいけない。皆さん、素晴らしい建造物万里の長城が中国にあります。あれは信濃の境界線に作って敵の守るために作ったはずであります。今地球儀を見たら万里の長城は中国の真ん中にあるわけです。いわゆるもうすでに万里の長城を作った後に倍国土を侵略しておるのが現状であります。韓国は漢字を使うから中国だと言い出したり、沖縄が中国に似た文化を持っておるから中国だと言い出したり、ましてや油断したら尖閣なんか危ない、そういうことで尖閣も
国が所有するようになったわけであります。ともかく地上の議論、ネットの議論も大切ですけれども、私たちのように一歩街に出て第三者、ネットを見ない人たちにも伝える、こういう活動が本当に大切だと私は思って参加をさせていただいております。今日は先日来、中国から黄色い粉がたくさん飛んできてます。 PM2.5 もついてきてます。汚染物質もついてきてます。しかし私たちは中国に跳ね返すぐらいの大きな声で御堂筋を騒ごうじゃありませんか、声を上げようじゃありませんか、声を届かそうじゃありませんか。どうか皆さん元気にでも頑張っていただきたいと思います。ちょっと話長いですけども、14時スタートですので、つなぎ弁士ということでちょっと長い間喋らせてもらった、厚かましいと思わないでいただきたいわけであります。まあ全衆議院議員候補も来られておりますので、1分間スピーチでもいいですから、ぜひともマイクをバトンタッチをいたしますので、今売り出し中の日本維新の会、ひょっとしたら全国に売って出る可能性のある今西英二さんにバトンを、マイクを渡したいと思いますので、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。本人ちょっと怒ってますけれども、ちょっと一言お願いいたします。12分の6まで、ご紹介をいただきました、元兵庫県議員の今西です。実はですね、今からもう何年ですかね、30数年前、昭和で言いますと48年の2月に、私は兵庫県各界代表団の一員として北京へ行きました。まあ、実はそれが戦後初めての公式的な訪問でございます。でその時にはいわゆるピーリンピーコンといいましてね、キリン飛行、孔子の教えを否定する、この文化大革命の最中であります。そしてあちこちに人民公社がありました。でそこでは中国は平和な勢力である、そして中国は泥棒がいない、でこういうことを知事から全員が洗脳されて書いていたのでございます。そしてその際に言われたことは、ソ連は修正主義者である、なぜならば彼らはいわゆる覇権主義を要している、ましてはアメリカは帝国主義である、我が中国は平和主義である、これを常に強調していたわけです。そしてみんなその気になって帰ってまいります。私は日中友好協会も西宮で宣伝をつけました。ところが平成2年に面白い手紙がやってきました。同日中の会、同とは同人の同ですね、同日中の会、有馬温泉に集合せよということで集合しました。この同日中の会というのは、いわゆるご存知の皆さん方、いわゆる国交回復をなされる前から中国を支援していた人たちの集まりであります。ヘルティーボーイ、ヘルヘルボーイ、そういうルートを通じないと、この時代に中国との交易は許されませんでした。まあ、天津雨降りというのは、当時の社会党の裏仕切りに潰るための、あれは商品でありましたから、これは何をか言わんであります。話戻します。有馬温泉で集合しました。車座になって、座って、私が一番若かったです。その時に何が出たか、我々は自国批判をしよう、今まで戦後公安につい、いわゆる尾行されても中国のために頑張ってきた、しかし我々は心から反省しよう、中国は気がつけば覇権主義ではない、こういうことであります。みんな今でも覚えています。34名が、そしてあの当時流行りましたね、自己批判をしたのであります。これが中国のその戦後まだ短い時間の変遷であります。変節という、もともと最初から平和主義ではなかったということであります。皆さん方にはそのことをちょっと古い話になりますが、突然長谷川先生から振られましたので、まあ、そんな話を申し上げまして、ご挨拶に、そして激励の挨拶にさせていただきます。ご礼いたしました。
今西先生ありがとうございました。それではですね、デモ行進においてですね、まあ、大体皆さんも知っていらっしゃると思いますが、一番最初にこのデモ行進に対する注意というのをどうしても言わなきゃいけないことになっております。ちょっとまたちっちゃい子はもう長くてだいぶ疲れていると思いますが、ちょっともう少しだけ我慢して聞いていただければと思います。まあ、ちょっとできるだけ早口で申し上げます。集団自衛運動などに伴う許可条件、行進にあたってはジグザグ行進、渦巻き行進、逆戻り行進、座り込み、もしくはいわゆるフランス式でも、またはことさらな遅足行進、駆け足行進、停滞など一般行進に対し迷惑を及ぼすような行為はしないこと。2、鉄棒、棍棒、竹棒、石または先端を尖らせるなど危険な加工を施した旗竿、プラカードなどその他危険なものを携帯しないこと。3番、行進中旗竿をプラカードなどを支えにして大棒を組み、またはこれらを一般行進に対し危険を及ぼすような方法で振り回し、もしくは横に倒すなどの行為をしないこと。4番、行進経路を変更しないこと。また解散は指定の場所で到着順に速やかに流れ解散すること。5番、主催者または現場責任者は行進出発前に直接参加者全員に対し、全各号の条件を繰り返し放送するなどの方法により周知徹底させる。今私のやっていることですね。まずこれが基本の注意でして、さらにその道路のルートに関する、アナウンスもまたございます。申し訳ありません。集団人員行進に伴う道路使用許可条件、行進は3列渋滞で一帯を作ること、まあ、要するに3列で行けということですね。次の通行区分並び方法により行進することということなんですけれども、これに関しては口で言っても絶対伝わらないと思いますので、ここに書いてあることを翻訳いたします。まず一番最初ここを出ましたら、まずここの、道を渡っていくことに なりますので、まずここを渡りまして右側に進んでいきます。北側にちょっとしばらく進んで、ちょっと進んだらまたすぐ右に曲がります。でちょっと大きな道を右に曲がっていきまして、そのうち御堂筋にぶつかります。で御堂筋にぶつかったら、まあ、最初こう北にスタートするんですけども、まあ、こういって御堂筋にぶつかったらひたすらあとは南に進んでいくという感じでして、御堂筋ではちょっとここ右に行け、ここに左に行けっていうのはあるんですけれども、それに関してはもう警察の方が先導してくださいますし、この車もありますので、それについていけば全く大丈夫でございます。でこれについても出発時刻および行進経路を変更しないこと、また解散は指定の場所で到着時に流れ解散すること、でアナウンスしておりました通り難波駅の周辺ですね、こちらで、流れ解散をすることになっております。でこれも周知徹底してくださいということが書いてあります。以上がデモ行進に伴う、注意書きということでございました。そうしましたら、これにて、集会に関する内容は全て終了いたしました。デモ行進の出発は、2時ということになっておりますので、その、まあ、5分前、できればちょっと10分前の段階でだいたいこの辺に集まっていただいて、列をだいたい作っていただければと。こちらの、まあ、東側から出ますので、だいたいこの辺りに列を作っていただくことになるかと思います。でそちらにプラカードあるいは旗などございますので、まだ持っていない方はぜひお手に取っていただければと思います。またシュプレヒコールの関する紙を1個皆さんにお配りいたしましたが、まだ、お配りしていない方もいらっしゃるかと思いますので、シュプレヒコールの紙持っていないよという方は私の方まで来ていただければというふうに思います。それでは、デモ行進までしばらくお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。